元民主党議員たちの下馬輪行争いは楽しいですね。朝日新聞デジタル2019年1月30日立憲枝野の野党統一名簿持ちかけられるの迷惑だ。立憲民主党枝野幸男代表発言録。この夏の参院選で立憲が野党統一名簿に加わることはありえません。もしやりたい方は我が党以外で進めてください。これ以上我が党に持ちかけられるのは迷惑だ。その代わり我が党は一人区については徹底して一本化に努力する。これは1月30日国会内での記者会見で昔貼ったみたいです。統一名簿については国民民主党の玉金と組んだ小沢一郎が言ったみたいですね。 TBS ニュース1月30日自由小沢参院選勝利へ向け比例代表で統一名簿作るべき。自由党の小沢共同代表は BSTBS の番組で参院選挙の勝利に向けて野党集結を呼びかけるとともに比例代表については統一名簿を作るべきとの認識を改めて示しました。統一っていう言葉みんな好きやね。まとまらないといけないんやろね。野党の皆さんちょっと違うもんな。で小沢は野党が皆合併するのは一番いいと思いますけど、できないとなれば統一名簿を作って国民に対しては一つの塊、一つの器として選挙を行う。一つの違う赤い勢力やからこんなん入れたらあかんでって私は思うね。民主党政権で懲りたやろ。で小沢は政権を取らなければ我々の政策を実行できないと述べ、またぐちゃぐちゃにするつもりまんまにやねやろけど、そうはいかの金玉いうやっちゃで、野党勢力が結集する必要性を強調しました。赤い勢力も期待できへんことはみんなわかってると思うけど、しつこいな。その上で参院選においては比例代表について野党の統一名簿を作るべきだと改めて訴えました。ということで玉金と仲良しはんねんな。自由党は国民民主党と合流に向けて政策協議を進めることで合意していますが、小沢は両党の政策について次のように強調しています。表現が多少違うだけで基本的な考えは同じ、全然問題ない。山本太郎と仲間たち問題ないんや。そして合流後の自身の役職については何も望んでいないと述べています。虎視眈々と代表まあ無理やろけどな。で枝野が統一名簿のようなことに加わることはありえません、これ以上我が党に持ちかけられるのは迷惑だと思っています。はぶられた人たちの集まりやから固くなに拒否してくださいますよね。これは小池のおばちゃんめっちゃええことしたような気するわ。希望がなかった希望のと前原誠二と組んでめちゃくちゃにしはったし。一方立憲民主党の枝野は我が党の支持者が票を入れないとして統一名簿の構想を拒否しています。騙されて民主党に投票したおバカな日本人どんどん自民党の方に流れてるけど、まだ民主党にしがみついているちょっと違う人たちは、国民民主党は帯に短しタスキに流しちょっとすんたらずで、辛いって感じなんやろな。で立憲民主党根っからの極左の人たちはしっくりいくけど、まあそうは言うてもそこまで極左と思われたくないっていう人もいるんやろな。まあよう分からんけど日本国民のための政党ではない。残念ながら野党はダメ。野党共闘、日本共産党はどうするんでしょうね。日本共産党は中国共産党と同じ組織でコミンテルンって言われてた国際共産党の一支部やからね、国際組織なんですよね。日本共産党と組めるやつは極左なんやけど、立憲民主党と国民民主党が分裂してくれたおかげで共産党の目論みもちょっと辛いところになってるようで、野党の皆さんは基本マルクソやからマルクソ主義、くっついたり離れたり大変やねって感じで、今度どこが喧嘩するのかなってニヤニヤしながら観察しているとよろしいかと思います。